アルカジー・ウラージミロビチ・ド・ボルコービチは、ロシアの経済学者、エコノミスト。2008年ロシア連邦大統領補佐官を経て、2012年5月21日から、ロシア連邦政府副首相。英語とドイツ語に堪能である。1972年3月26日、モスクワで、父・ウラジーミル・ヤコブレビチ・ド・ボルコービチと、母・ガリーナとの間に生まれる。 父、ラジーミル・ヤコブレビッチは、ジスの国際審判であった。1994年、モスクワ大学経済学部を卒業する。1996年、ロシア経済学校を修了し、経済学修士号を取得する。さらに、米国デューク大学に留学。1997年、同大学を修了する。1994年から、 経済専門家グループのコンサルタント、上級専門家、科学担当取締役、最高経営責任者などを歴任し、ロシア大倉省のマクロ経済政策部局と関係を持ち始める。2000年戦略研究センター専門委員。2000年8月、ゲルマングレフ経済開発貿易省の顧問に就任する。2001年ロシア経済開発貿易省次官。 2004年4月ロシア連邦大統領専門家チームリーダー同年9月2日住宅邸投遊市長監視委員会議長2008年5月13日ドミートリー・メドベージェフ大統領の補佐官に就任し主要国首脳会議担当大統領代表としてサミットのシェルパム務めた2010年トラストスコルコボ取締役2012年5月21日 ドミートリー・メドベージェフ内閣の副首相に任命された。2013年10月5日、6日の両日、訪日した。東京で開催されたロシア経済近代化に関する、日露協議会第3回会合では原田、親父中露大使と共同議長を務めた。京都で開催された第10回、科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムでは、安倍晋三首相と会談した。 2016年10月2日、訪日し、国立京都国際会館で安倍晋三首相と会談した。ドボルコービチは日露協力計画の具体化とプーチン大統領の訪日準備の推進について言及し日露関係の発展への期待を表明した。2007年からロシアチェス連盟第一副議長を務めており、子供へのチェス普及推進や 財政援助などの部門を担当している。2018年にはキルサン・イルム・ジーノフの公認として国際チェス連盟会場に選出された。マイナス 2011? 税。AV ドボルコビッチロシア連邦副首相が来日。在日ロシア連邦大使館。2015年10月10日閲覧。ドボルコビッチロシア連邦副首相による安倍総理大臣表敬。外務省。 2016年10月3日閲覧。アルカージー・ディボルクビッチ・エレクテッド・ファイド・プレジデントワールド・チェス・フェデレーション https www.fido.com コンポーネントコンテントアーティクル1ドニュース11176アルカージー・ディボルクビッチ・エレクテッド・ファイドプレジデント html ハット アルカージー・ディボルークビッチ、ロシアン・ポリティシャン・クラウンド・ワールド・チェス・ヘッド、BBC ニュース、https、www.bbc.com、ニュース、ワールド・ヨーロッパ -45718853。ありがとうございます。